今ゆかちゃんがペコリちゃんの育児ルームの掃除してくれとるけども、ビアンカ人なんか嫌な予感しかしないよ。ゆかちゃん早く終わってあげて、あの子が来るよ。じゃあ今日も張り切ってどうぞ。はい、ほいでこれがペコリちゃんの赤ちゃんたち。今一時的に育児ルームが外に出されとる。今掃除しとるもんだね。ほいだけどこれもうこれは黒い子のもう大活躍の予感しかしない。この黒い子もうすぐ来たよ。ほいでもこれ育児ルームに入らずそこからで見とるだけで終わるわけないね。これまあまあ早速一歩入っちゃった。これまあこれもうどうなっちゃう。ほらペコリちゃん来たよ。はい黒い子カブちゃん怒られるよ。まあこれ育児ルームが外にあること、いいことに。まあお母さんが二人みたいな感じになっちゃって、ほんでなんかしらんカブちゃん人気あるのがちょっとビアンカ人、まあ、納得いかないところ。なんかしらんこのカブちゃんは赤ちゃんたちに人気がある。ふそれだけど今ママがおっぱいをくれとるもんね。もうみんなこれ立ち飲みミルクドリンクバーで、もうこれみんな今おっぱいをもらっとるところ。なんでこれイズちゃん、イズちゃん邪魔だがね。あんた動画撮っとる関係だよ。今ちょっとどいとって。そうそうそう、さあもう子犬ちゃんたちもそーっとしておいてあげてよ。あらまた来た。で JJ 君、まああなたって、まああなたたちもいかんわ。まああなたたちこの黒い子好きだもんね。遊んでくれるか知らんけど、これでもこカブちゃんは激しく遊ぶことがあるもんね。これがペコリちゃんの心配の種。これだけどみんな、まあ、なんでこんな人気あんのカブちゃんは。まあおかしい。俺もビアンカ人は後ろ向いとるよ。これビアンカ人トラウマがある。まあこれ子犬近づくとトラウマがあるもんね。これこれイズちゃんも来ちゃった親子で何をやった。まあこれ入ってかんって言われとるのに、これ入っちゃうのがカブちゃん。入っちゃかんって言われとるのに、まあお姉さん気取りで、まあこれはまあいかんこだわ。もうそうそう出てってください。まあイズちゃんも、イズちゃんほとんど初めて触れ合っとるね。イズちゃんバルパンチ教えとっちゃかんよ。この子たちまあおしとやかに育ててよ。また入ってきたあの子。まあ困ったもんだわこれ。ほいでこれ人気があるのがこれもうビアンカ人納得いかない部分。なんでかしらん、カブちゃんは人気がある。赤ちゃんたちに。まあ、激しいんだって、まあ。もうすぐマウント取る、カブちゃんは。カブちゃん、ちゃんと遊んであげてよ。あなたのおもちゃじゃありませんよ。ちゃんと遊んであげてください。ほいで、これ、もう、ペコリも、もうこれ、ちょっと諦めとるのか、もう、カブちゃんも、もう無法地帯これ。もうカブちゃん自由に出入りしていいみたいな雰囲気がもうここにはある。そしてマウントを取る。なあ、カブちゃん、まあたまにはあなたやられてあげて。まあ、ほいだけど人気があるのがビアンガチ納得がいかない部分。しょうがない子だね、この子は。また入ってっちゃった。ほんで、アドちゃん吹っ飛ばして、JJ 君も吹っ飛ばして、なんでかしら、イズちゃんまで来ちゃうっていう、もう訳がわからない展開。まあ、いいんだわ、もう。ペコリの赤ちゃんたちのことは、ほかっといてください。はい。カブちゃん。まあ、カブちゃんは赤ちゃんが大好きだもんで、まあ、気持ちはわかるけども。ほいで、なんでかしらん、カブちゃんは人気がある。まあ、この人気があるもんで、いかんちゅう部分もあるけども。
まあほいだけどもペコリちゃんの赤ちゃんたちももうだいぶ大きくなったから、まあカブちゃんちょこっとずつぐらいだったら遊んでもいいような気もするけども、もう吹っ飛んだ JJ 君。あーでもこのペコリちゃん、もうウィズパンチはやめてください。まあペコリちゃんのもう育児の邪魔にならん程度でお願いしますよカブちゃん。はい、ペコリちゃん後ろ来たよ。もうペコリちゃんおるよ。まあこれカブちゃん、ペコリちゃんおるのに今日はここまで。